私んちの、まあ、いけてる感じの黒杉さんっていうお店に、ね、今ちょっと来させていただいて、まあ、これからちょっと始まる感じなんですけどね、まあ、社長のご厚意でたらく飲んでやろうかなと思ってそうですか。いや、大丈夫です。仕事一つ一つがやっぱこう丁寧に、はい、勉強させてもらって
で、それをなんかどこどこさんだからなんていうのだけで物を決めちゃダメだなと思ってて、いいものはいいっていうふうに、例えばこれ結構開きなんで香りがファーッて立つんですね。まあ松茸で言えばね、つぼみのやつと、まあ、開きのやつで、まあ、全然料理を使い分けますし、まあ、料理も買えますもんね。香りも戻せて、まあ、茶碗蒸しとか吸い物とか、ね、あの炊き込みとかに、ね、全然使っていきたいと思いますし、はいはい、前ぐらいで引き上げるんですか。やっぱりそうですね、前ちょっと炊き方は、まあ、炊き方というか水の量を少なくして、はい、ちょっとさらに固めに、はい、パラパラっていう感じがいいですよね。出してみたいな感じのイメージですよ。そうですね。なんで白身はあんまり握っちゃいはしないですね。で、もっとこうお寿司としてっていう考えであれば、やっぱりこの赤子のシャリと赤じゃないシャリと、その白身とかそうしたものに合わせてのシャリをやっぱり用意しておけばっていうのは、はい、全てのネタにこう対応できるだと思うんですけど、いや、すごい勉強になりますね。感じにはなりますね。お酢とお塩のみ。で、もともとその、まあ、赤酢の原材料が酒粕になるんですけども、まあ、酒粕を3年くらい熟成発酵ですね、させると、本当に、まあ、こんな赤黒いようにその酒粕が、ね、熟成されるんですね。で、舐めてもすごい甘い、はい、甘みさせる、うまみがこう、熟成させることによって出てくるんで、まあ、それをもう原料にして作ってるので、まあ、お酢自体も、まあ、お酢なんで酸はもちろんあるんですけど、そんなに強くない酸でね、こうちょっと まろやかなというか丸みのあるお酢に仕上がるので、もうじゃあそれ以上、まあ、調味料とかで甘を入れる必要はないっていうので、はい、あとお塩で、で、まあ、米シャリ自体も香川県の、はい、日の光っていう日の光ですよね、はい、つぶしい食べな、はいはい、全く美味しいです。すごい、ここのあまり醤油漬け、はい、錦糸の方ですね、はい、錦糸は美味しいですね、このご飯普通にご飯にくれたらふりかけになりますね白ご飯にいろんな味がついてちょっといってるんですね。そうですね。で、なんかいろいろお味付けしてるんですね、サバちゃんです。
人間なんですけど、これ道具をきちっと綺麗に使えない料理人は絶対にアウトだと思ってるんですよ。だから結構じゃあなんか僕はあの和食なんで、やっぱこう物を置く際とかって、要するに茶道、茶道、斬新って言葉があ あるんですけど、例えば寿司とかでもなんかこう置いて、ここに気持ちを込めてみたいな、なんかそういう扉を一個閉めるのもなんかバチーンっていくんじゃなくて、所作ですね。所作とかですね、いかにこう綺麗にしそうですね、はい、見せるかっていうのはすごい大事なんですね。マグロです。違う。食べましたね。大丈夫そうですか。別にあの愛媛県の、オレンジで紅マドンナですね。美味しそうなメロンですね。はい、いやそこはちょっとやらないといけないなっていう。というわけで